大学を卒業した年の夏、僕は親友のカートと旅をしようと思い立ちました。月並みですが、車で全米を巡る旅です。まだ22歳、僕らの行く手には明るい未来が開けていると思っていました。そんな時、少し気になる話を耳にしました。僕たちは自分が思っているよりもずっと早く死ぬことになるかもしれないというのです。僕たちの世代はアメリカ建国以来初めて親の世代よりも寿命が短くなる恐れがあり、その原因は僕らが口にしてきた食べ物にあると言います。確かに糖尿病や心臓病など肥満が原因とされる病気が蔓延しています。そこで僕らはどんなものを食べて育ってきたのか調べようと思い立ったのです。遅刻だ。やあ、こんにちは。よく来てくれたね。君がイアンだな。そうです。髪の毛でわかったよ。君がカートだね。髪の毛というのはいわば食生活を記録するテープレコーダーなんだ。今私が食べているこれもやがて毛髪に現れる。さて、毛髪を分析した結果、君たちの体を形作る炭素の出どころが判明した。トウモロコシだ。トウモロコシ？そう。トウモロコシといっても、よく見る普通のトウモロコシとは違うんだ。様々な食品の原料としてあちこちで使われている加工用のトウモロコシのことだ。甘味料使用と表示されているリンゴジュースやグレープジュースにはトウモロコシから作られたコーンシロップが使われている。それから牛肉や豚肉、鶏肉も元はといえば餌にトウモロコシが使われているんだ。クッキーもね。これまでの検査の結果を見ると、私たちアメリカ人の体にトウモロコシが多大なる影響を与えていることがわかる。親愛なるパイアット様、トウモロコシ生産者協会からご推薦していただきました。どうか私たちの突飛な思いつきに手を貸してください。先日、現代の若者の体はトウモロコシでできているということを知りました。なんだこの手紙は。そこで私たちはアイオワへ移り住み、あなたから1エーカーの農地をお借りしてトウモロコシを栽培してみたいのです。ズブの素人ですが、どうか学ぶ機会を与えてください。イアン・チェイニー、カート・エリス。
Boston to Iowa. Yeah, I'm going to grow an acre of corn and see what happens with it.都会育ちの僕らに農業の知識はほとんどありません。僕らが口にしている食べ物の多くがトウモロコシからできているという話が本当なら、それはアメリカ有数の穀倉地帯、中西部のアイオワ州で生産されている可能性が高いでしょう。この農場は私の父が大恐慌の時代に始めたものだ。1936年かな。祖父母がすぐ東隣の農場を1900年からやっていたからね。寒いですね。もっと冷え込むこともあるよ。こんなの寒いうちに入らないさ。これがトウモロコシ。僕らの畑はどの辺ですか？ここだよ。それから1エーカーってどのくらいですか？1エーカー、ここの8列ぐらいかな。なるほど。縦はここからずっと向こうまで、幅8列分が君たちの畑だよ。ここから2、3、4、5、6、7。アイオワ州はトウモロコシの特性や生育条件にかなった、まさに理想的な栽培地と言えるでしょう。アイオワ州立大学で僕らが栽培するトウモロコシの品種を見せてもらいました。トウモロコシはイネ科の植物なんだよ。君たちの家の庭に生えている芝も同じ仲間さ。ここで育てているのはそれがもっと巨大化したものだね。僕らが栽培する巨大なイネ科の植物はメキシコ南部が原産といわれるトウモロコシの原種とももはや大きくかけ離れています。土壌が肥沃で夏場の湿度が高いアイオワ州で盛んに栽培されるようになりますが、やがてイエローデント2号と呼ばれる多用途に使える品種が他の品種にとって代わり、アメリカ中西部を席巻したのです。農業協同組合のエレベーターは我々にとって重要な施設なんだ。エレベーターとは？穀物の保管倉庫のことだ。トウモロコシを上まで運び上げるエレベーター設備がついているからそう呼ぶんだ。あれは？余ったトウモロコシだよ。倉庫に入りきらなかったんだ。捨てるんですか？いや、捨てたりしないさ。春に出荷するんだ。あの巨大な倉庫に入りきらない？そう。毎年ですか？ここ数年はそうだね。僕らが思い描いていたような農作業はまだまだ先になりそうです。しかし現代の農場運営には雪解けを待つ間にもやらなければならないことがあります。ここだな。まず国の農業支援プログラムというものを理解しておく必要がある。かなり複雑だからね。この表を見るとトウモロコシに対する直接固定支払い額がわかる。誰がくれるんですか？アメリカ政府さ。補助金はトウモロコシ栽培に欠かせない。揺るぎない決意を持って農作物を過去に栽培生産した、あるいは将来栽培生産するつもりですか？この辺りの農家はみんな政府の農業支援プログラムに申し込んでる。補助金なしにトウモロコシを栽培しても間違いなく赤字だよ。本当に？保証する。アイオワ州に移り住み1エーカーの畑で
トウモロコシを栽培すると政府に申告しただけで28ドルの補助金が出ます。作付け面積を増やせばそれだけ多くの補助金が手に入るのです。先進各国で長年実施されてきた農業補助金制度は減反を進め農業経営を成り立つようにするのが目的でした。しかし1973年、アメリカの農務長官アール・バッツが全く異なる補助金政策を導入したのです。We've abandoned the long-time philosophy of curtailment and cut back to the new philosophy of expansion. And it makes sense. What do corn growers really want? More corn. Way, way more corn. Go where no one's gone before, more corn. That's more like it. Comprised of four separate...I'm Kurt Ellis. Hey, Ian Cheney. Hi, Ian. Al Marth. How you doing? Good. How are you guys doing? Good. 何かお困りですか？実は、肥料のことで。肥料ですね。土壌はどんな感じですか？砂地？それとも。土壌の分析はしていないけど、色は茶色でしたね。収穫量を最大限に増やすには、農作物に十分な栄養分を与えてやる必要があります。ここ2、3年、この辺りでは1エーカーあたりおよそ5トンものトウモロコシが収穫されているんですよ。ここに立つとアンモニアの匂いがするでしょう。本当だ。運転するとき注意することは？ぶつけないように気をつけて。1エーカーはおよそ 0.4 ヘクタールだ。ではこれから君たちがトウモロコシを栽培する1エーカー分を区切るとしよう。これを押すんですか？怖いな。およそ70キロの無水アンモニアを土に混ぜるだけで、同じ面積の畑から曽祖父母の時代の4倍のトウモロコシを収穫できるのです。大抵の農場にアンモニア肥料を貯蔵するタンクがあります。どの農家も順調に収穫量を増やしているようです。僕らが訪ねて回った町の穀物倉庫はどこも満杯、いえそれ以上でした。気持ちいい。僕らが植えるトウモロコシの種は現代の農業技術の最先端を行くものです。交配を重ね遺伝子を組み替えて殺菌剤で処理されています。君たちが栽培するのは工業製品のようなトウモロコシです。収穫量を最大限に伸ばすことを目標に、ここ50年ほどの間に改良を重ねて作り出された品種です。苗一本あたりの収穫量が増えるように品種改良されたというよりは、隙間なく植えてもちゃんと育つように改良されたのです。このトウモロコシは、言ってみれば密集したトウモロコシの町で育った都会っ子です。今では1エーカーあたりおよそ5トンのトウモロコシを収穫できるようになっています。驚異的な数字ですよ。
今から二人でトウモロコシを試食してみたいと思います。どんな味がするでしょうか。見た目はいいね。素晴らしい。これはひどいな。おがくずみたいだ。おかゆみたいに見えるけどな。うわ、ひどい。チョークみたいだ。もっと美味しいと思ってたよ。全然ダメだ。アイオワのこうした畑では大量の食料が栽培されているように見えますが、そのまま食べられるものは一つもありません。ここのトウモロコシは様々な食品の原材料として使われていますが、加工しないと食べられないんです。皮肉なことにアイオワの農家はもう食料を自給できないんですよ。トウモロコシの収穫は秋です。その後は様々な食品へと加工されることになりますが、まずは12キロ離れた町の穀物倉庫まで運搬します。トウモロコシを収穫したら、ここの穀物倉庫に搬入してトラックごと重さを測ります。それから他のトウモロコシと一緒にまとめられます。膨大な量ですから、君たちのトウモロコシを追跡するなんて不可能ですよ。収穫はまだ数ヶ月先ですが、実際の農作業はほぼ終了しました。苦労して育てたトウモロコシですが、一度手放してしまえばその後の行方を正確に知る術はありません。穀物倉庫に運び込んだ後のトウモロコシの行方を確率で割り出してみました。 4.5 トンのトウモロコシのうち 32% は輸出されるかエタノールに姿を変えます。いずれにせよ僕らの食事や髪の毛に行き着くことはまずないでしょう。およそ220キロは高果糖コーンシロップのような甘味料になり、全体の半分以上に相当する 2.5 トンが家畜の餌として使われます。収穫までまだ間があるので、僕たちはトウモロコシがどのような運命をたどるのかを追ってみることにしました。ようこそ。うちではまず子牛を買い付けて140日から150日ほど肥育します。その後市場で精肉として販売するため加工工場に出荷しているのです。だいたい1万4000頭から1万6000頭をここで育てています。大規模にはしたくありませんが、今のコロラド州ではこうするほかありません。これが現代の家族経営の牧場というものなんです。家族経営の牧場の新しい姿には違和感を覚えます。コロラド州の牧場にはアイオワ州の農場と大きな共通点がありました。うちは畜産会社ですが、トウモロコシもたくさん栽培しています。毎年7000エーカーを作付け、すべて牛の餌として使っています。その昔、肉牛が放牧されていたアメリカ西部の大草原は、今や国内最大規模のトウモロコシ畑へと姿を変えています。肉牛の餌として
トウモロコシが牧草にとって変わったのです。トウモロコシの大量生産がタンパク質の大量生産を助長しています。安い餌があれば家畜を閉じ込めて肥育できるんです。あれは私が育てた子牛です。3月にあの飼育場に売りました。他に選択肢がないんです。ジャレットさんの牧場では生まれたばかりの子牛を広々とした土地で放牧し、牧草を与えて育てています。ジャレットさんの父親が牧場を経営していた頃は、牛はほぼ一生牧草を食べて過ごし、食肉市場に出せる体重になるまでは数年かかったそうです。しかし最近は市場に出荷するまでの期間がどんどん短くなっています。牛を狭い場所に閉じ込めて動きを制限すると、それだけ早く体重が増えます。動き回る場所がなく、ずっと食べてばかりいるので、早く食肉市場に出せるんです。でも牛の体はもともとトウモロコシを餌とするようにはできていません。2、3ヶ月、まあ4ヶ月くらいまではなんとか大丈夫でしょうが、それ以上長い期間トウモロコシ主体の餌を与えていると、胃に潰瘍ができてしまいます。So this is just a hole in the stomach here?ここでは生きた牛の胃の消化の様子を観察して、トウモロコシの餌の影響を研究しています。100年前にはほとんどの肉牛が放牧され、牧草や干し草を与えられていました。当時は穀物を全く与えていなかったのに、今では餌の9割方が穀物となっています。しかし牛はもともとデンプンを多く含む穀物を餌にしてきたわけではありません。大量のトウモロコシを摂取すると、胃の中の微生物の働きで過剰に酸が生成され、具合が悪くなってしまいます。酸が作られ、胃の中の酸性の度合いが強くなると、アシドーシスという病気を発症します。治療を施さないと牛は死んでしまうのです。牛が病気にならないように、餌には胃の中の微生物の働きを抑える抗生物質が加えられています。現在アメリカで消費されている抗生物質の 70% が家畜用だといいます。ここでは10万頭以上の牛が飼育されていますが、その排泄物の量は人口170万の都市にも匹敵します。多くの人がこのような大規模な飼育のやり方に疑問を感じています。しかしこれ以上経済効率のいい方法はありません。トウモロコシは収穫量が多く生産効率が高いため、食肉の単位重量あたりのコストを低く抑えられるからです。私たちが日頃食べているのは、飼育場で穀物を食べて育った明らかに肥満の牛の肉です。野生動物の場合、筋肉組織には脂肪分が少ないのですが、こうした牛の筋肉組織はまるで脂肪組織のようです。穀物を食べて育った牛の T ボーンステーキを調べると、飽和脂肪を 9g も含んでいます。牧草を食べて育った牛の場合は 1.3 グラム程度なのに。アメリカ人はそんな肉を食べているんですよ。アメリカ人が好んで食べるのはハンバーガーなどに使われるひき肉です。ひき肉は肉というよりも肉を装った脂肪の塊です。ひき肉の総カロリーの 65% は脂肪によるものなのです。
僕たち二人の髪の毛からトウモロコシが検出されたのも不思議ではありません。他の多くのアメリカ人と同じように肉は僕たちの大好物でもあるからです。トウモロコシで育てた牛の肉で作るハンバーガーは安くてどこででも手に入ります。30歳以下のアメリカ人ならトウモロコシで育った牛の肉しか食べたことがない可能性が高いと言います。アイオワ州の僕たちのトウモロコシ畑に戻ってきました。しかし何か特別なものを育てたという考えは湧きません。アメリカの農家で生産されるトウモロコシはおよそ3億トンに上り、1970年代以降増加の一途をたどっています。政府はそれまで何十年も補助金政策を続け、作物の種類や量、場所などを厳しく規制してきました。しかし70年代に突然方針を転換したのです。規模を拡大し、作付け面積を増やせ、やる気のない農家の土地も買い上げて増産しろとね。その結果、大量のトウモロコシが余ると、そこから何とか利益を引き出そうという動きが生まれました。それでトウモロコシ甘味料の開発に投資が行われるようになったのです。よし、まずはこのトウモロコシを60度に温めたお湯に浸すんだ。そしたらそこに硫酸化合物を入れ 0.02% の濃度にする。ごく微量だよ。 0.0007、 1万分の7ぐらいかな。小さじ1杯にもならないよ。指を入れてくっついてきた分量ぐらいでいいんじゃないの？おい、恐ろしいこと言うなよ。そんなことしたらまずいって。その方が簡単なのに。トウモロコシはイエローデント2号を使います。澱粉質の多い品種です。16時間浸すとトウモロコシが柔らかくなって、澱粉が繊維組織から分離し始める。はい、2日目です。どれどれ、甘い匂いがするね。砂糖みたい。うん。トウモロコシ甘味料を作るには様々な特殊技術が必要です。では次にトウモロコシを潰す。トウモロコシの粒が原型をとどめないようにするのも画期的な方法の一つでした。酵素を使ってアルファ 1.4 グリコシド結合を加水分解して、ゼラチン化したデンプンをサラサラにする。つまり全ては化学なんです。うわ、甘そう。これは甘い。いけるね。1970年頃までは誰も高果糖コーンシロップを口にしたことはありませんでした。しかし今や欧米人の食生活において最も一般的な甘味料となりました。原料のトウモロコシが安いので、コーンシロップの生産コストも非常に安く、大々的に使用されるようになったのです。食品業界や飲料業界は砂糖より安い代用品を探していました。80年代後半にはアメリカの甘味料市場の半分をコーンシロップが占めるようになりました。高果糖コーンシロップはまた
香辛料や果物の風味を良くします。スパゲッティソースの酸味を和らげたり、パンの焼き上がりの色をこんがりと美味しそうに仕上げることもできます。このようにバラエティ豊かな食品を安い値段で消費者に提供できるのがトウモロコシ甘味料なのです。ここに並んでいる食品は全てコーンシロップを含んでいます。ここ30年間でアメリカのグラニュー糖の消費量は減少しました。しかし甘味料全体の消費量は 30% 余り増えています。高果糖コーンシロップの消費量が急増したからです。僕たちはアイオワの1エーカーの畑でトウモロコシを育てています。しかしそれが事実上1エーカー分の甘味料を作っていることに僕たちは気づいていませんでした。アイオワ州で栽培されているトウモロコシを分析すると、生産性の高い品種が選ばれていることが分かります。つまりデンプンを大量に生産しているということです。何かを手に入れれば必ず代償を支払うものです。私たちは安いトウモロコシを手に入れて栄養価を犠牲にしているのです。私たちがこれまで農業や食品加工において改良と称してやってきたことの大半は食品の栄養価を低下させる結果になっています。メキシコから渡ってきたトウモロコシの原種はタンパク質を豊富に含んでいました。しかし高い生産性を追求するうちにトウモロコシの粒の中身が変化したのです。収穫量の増加とはトウモロコシの粒の排入、つまりデンプン部分の拡大を意味します。今我々はそのデンプンを取り出してトウモロコシ甘味料を作っていますが、タンパク質はほとんど含んでいません。カロリーが高いだけで体の代謝機能にも悪い影響を与えます。高果糖コーンシロップに姿を変えた僕らのトウモロコシが飲料品に使われる可能性は 70% 近くあります。そしてトウモロコシ生産地帯から遠く離れた大都市に出荷されるのです。ニューヨークのブルックリンでは年間およそ5億3000万リットルの炭酸飲料が消費されますが、その甘味料として畑2万エーカー分のトウモロコシが使われています。ここはブルックリンのパークスロープ5番街です。僕たちはアイオワ州でトウモロコシを栽培し、その行方を追ってるんです。コーンシロップの物語の行く末を知りたいんです。じゃあ町の食料品店に入って炭酸飲料を1本買ってごらんよ。コーラでも何でも構わない。どの商品にも必ずコーンシロップが入っているから。炭酸飲料が体に悪いなんて考えてみたこともなかったけど、本当に驚いたよ。僕の昔の写真を見せてあげるよ。体重が140キロぐらいあったんだ。これが当時の写真さ。特大サイズのズボンを履いてた。それが炭酸飲料を飲むのをやめただけで体重が急激に落ちたんだ。それまでの3分の2に減ったんだよ。現在アメリカ人は栄養学上の多くの問題を抱えています。中でも肥満の爆発的増加はその最も顕著な例と言えるでしょう。しかし問題は肥満だけにとどまりません。高果糖コーンシロップのような甘味料の大量消費は体の代謝機能に悪影響を与えます。さらに長期にわたる調査研究の結果、糖尿病のリスクが高まることも分かっています。Hi. Kurt Ellis. Sorry, Dekhan.
糖尿病というのは、簡単に言うと、本来膵臓によって正常な範囲内に保たれるはずの血糖値が非常に高くなってしまう病気です。ニューヨーク市民の8人に1人が糖尿病です。きちんと診断を受けている人もいれば、糖尿病だということに気づいていない人もいます。糖尿病は他の病気のように医師が薬を処方しておしまいというわけにはいきません。簡単には治らないのです。糖尿病も肥満も食生活や運動不足といった生活習慣が深く関わっています。食べ物を買うとき、値段を判断基準にする人は少なくありません。しかし安価な食品が体にいいとは限りません。その最たるものが炭酸飲料です。炭酸飲料はいわば液体状のキャンディーで、喉を潤しているつもりが実は大量の糖分を摂取しているのです。1日1本炭酸飲料を飲む人は、時々あるいは全く飲まない人に比べて2型糖尿病にかかるリスクがほぼ2倍になることが判明しました。僕の父親は半年以上も足の親指の痛みを訴えていたんだ。結局糖尿病であることが分かって親指を切断しなくちゃならなかった。死ぬまでに指から足、膝の下、膝上まで症状が広がって、ついにはもう片方の足も切断した方がいいと言われたんだ。だが父はそれを断った。もういいと言って病気と戦うのを諦めてしまったんだ。僕の母親と祖母も糖尿病で亡くなった。姉のマデリンも長年糖尿病を患っていて、僕自身も最近糖尿病と診断された。僕らは普段どんなものを体に取り込んでいるかなんて深く考えていない。そんなことに注意を払っている人なんていないよ。9月も終わりです。僕らがトウモロコシ農家となって9ヶ月近くが過ぎ、これが単なる食品のルーツを探るゲームでは済まないことが分かってきました。僕たちは実際に生きている人々の口に入るものを育てているんです。みんな気づいていないでしょうが、ハンバーガー店で食事をするということは、実際にはトウモロコシを食べているのと同じことです。トウモロコシを与えられて育った牛の肉、高果糖コーンシロップを主原料とする炭酸飲料、フライドポテトもカロリーの半分は揚げ油に含まれる脂肪で、大抵コーンオイルか大豆油を使っています。つまり私たちはハンバーガー店に行ってアイオワで生産されたトウモロコシを摂取していることになるのです。いや、久しぶり。元気だったかい？さあ入って。トウモロコシはうまくできた？まだ収穫していないのでどのくらい取れるかは分かりませんが、見たところは他の畑のトウモロコシと変わりません。まっすぐ立ってる？ええ、ちゃんと立っていて黄色くて硬い。ただ収穫した後のトウモロコシをどうするかを決めかねているんです。あちこち回ってトウモロコシの行き着く先を調べてきたんですが、どの選択肢もあまり魅力的とは言えなくて気が進みません。当然だよ、全く馬鹿げた状況だからね。我々は質の高いトウモロコシを育てているわけじゃない。今アメリカの農家が作っているのは世界最低のクズなんだ。ご自身のトウモロコシを食べますか？いいえ。まあ少しぐらいはコーンミールにすることもあるけど、基本的には食べないわね。私はトウモロコシを食料だと意識して作っているわけじゃないんだ。出荷して金が入ればそれでいいんだよ。トウモロコシはもう十分足りてますか？あり余ってるよ。
収穫の2週間前、穀物倉庫では25キロのトウモロコシに1ドル65セントの値段がついていました。生産コストは1エーカーを借りるのに142ドル、種と化学薬品に133ドル24セント、農機具のレンタルと燃料費に74ドル68セント、締めて349ドル92セントかかりました。しかし、エーカーあたり5トンという途方もない収穫量を上げたとしても、穀物倉庫から受け取るのは330ドル。これでは19ドル92セントの赤字です。利益を得られるのは政府の補助金のおかげなのです。ここ30年ほどのアメリカの農業支援プログラムは、安いトウモロコシの過剰生産に報奨金を与えるような仕組みになっています。この10年間、アメリカが最も多額の農業補助金を出してきたのがトウモロコシです。この政策が過剰生産を促した結果、中西部全域でトウモロコシが山積みになっているんです。大量に余った安いトウモロコシの行き着く先は私たちの体の中なのです。アイオワ州がこのような状況に陥ったのには歴史的な事情があります。1970年代にアール・バッツが断行した農業政策の大転換に立ち戻って考える必要があります。What we want out of agriculture is plenty of food. And that's our drive now. This year, 1973, we're going to see the most massive increase in production of farm products ever in the history of this country. And next year, we're going for a still further increase on top of that as we pull all stops.Is he expecting you? トウモロコシの飾りがついてる。いらっしゃいますか。アイオワの1エーカーの畑でトウモロコシを栽培する経験を映画にしてるんです。トウモロコシを1エーカー？ええ。私の若い頃とは時代が違うな。現在のような食料供給体制を作るのに、あなたはどんな役割を演じたのでしょう。私は少年時代を農場で過ごしたが、当時は農作物の生産を削減するプログラムが実施されていた。収穫を減らすために農家に補助金が支給されていたんだ。馬鹿げてるだろう。私が農務長官に就任した時、そんな無意味な政策には終止符を打ったよ。食料が余っているという声も聞きました。どう思われますか？アメリカの豊かさの基盤になっているのは食料の価格が低いということだ。これはほとんど知られていないが、アメリカ人の食費は給料の手取り額の 16-17% で賄える。それにはレストランでの食事やあれこれ洒落た食べ物に支払う費用も含まれている。食費をこんなに安く抑えられるなんて実に素晴らしいことじゃないか。余った金を他のことに使えるのだから。現在の食料供給体制に問題はないよ。世界的に見ると、人々は収入のより多くの部分を食費に充てています。アイルランドや日本では、可処分所得の 20% 以上を食費が占めていますし、アフリカの一部の国では給料の手取り額の3分の2を超えています。アメリカの農村部はすっかり様変わりした。その結果、非常に安い値段で食料が手に入るようになったのだ。見渡す限り広大なトウモロコシ畑が広がっている。これは豊かな時代の象徴だよ。
曽祖父母の世代の夢だった豊かさを実現したのはバッツ元農務長官の農業政策でした。今のアメリカは収入に占める食費の割合が世界で最も低くなっています。しかし僕らはその豊かさがもたらす弊害に苦しむ最初の世代になるかもしれません。私はずっと農業をしてきましたが、現在の農業の方向性には疑問を感じています。しかし一部の人が言うように、もうこの流れを止めることはできないのかもしれません。今我々は安い食料を大量生産するという政策のもとに、農業が工業化していくのを目の当たりにしているのです。結局僕らの1エーカーの畑から収穫したトウモロコシはおよそ4トンに上りました。炭酸飲料にすると5万7000缶、トウモロコシで育てた牛のハンバーガーなら4000個分に相当します。この年トウモロコシの生産量は史上最高を記録しました。ここで育ったんですよね。そう、今いるこの部屋で生まれたんだ。この土地から動いたことはないよ。なんとか費用を工面しますので、あの1エカを僕らに売ってもらえないかと考えているのですが。君たちに任せていたらアメリカは干上がっちまうよ。Side of town, he's always working till the sun goes down. Up every morning, right on 5, wanting green seeds to come alive. But he don't wear no farm clothes. He's always using a rake and hoe. But his seeds are starting to grow. Grow like a big stalk through the sky.